グルーノ君。なんでもないの、気にしないで。ねえ、今日はどこに行こっか。うん、いいわね。かわいいのがいっぱいだね。ありがとう、嬉しい。今日はすっごく楽しかったよ。じゃあ私は帰るね。最近調子がいいようだな。まあその程度で俺に勝とうなんて100年早いわな。クリスマスパーティーの話聞いた？なんか一流ホテルで会場貸し切ってやるんだってさ。なんだ君たち、今さら何を言うかと思えば俺はもうとっくに知っていたよ。もちろんさ、女の子たちを寂しがらせるわけにはいかないんでね。当然僕も行くよ。女の子と仲良くなるには絶好のチャンスだしね。ふん、好きにするがいいさ。せいぜい服装チェックに引っかからないようにするんだな。萌木野高校パーティー会場は向こうだよ。来てたの？やはりパーティーって楽しいわ。では私お友達と一緒ですから。クルーノ君、メリークリスマス。それにしても驚いちゃうね。こんなに盛大なパーティーなんだもん。
に戻らなくちゃ。それじゃまた後でね。こんばんは。はい、それにしても賑やかなパーティーですね。私、お友達と待ち合わせがありますので。私のプレゼントが当たったようね。ええ、そうよ。大事にしてほしいわ。時間かかっちゃって。うん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。うん、どうかな、私の晴れ着姿。私が素敵な日本女性？もう、お世辞でもすごく嬉しいな。うん、そうだね。フルーノ君、離れないでね。その願いは叶えて死んでよ。ねえ、何をお願いしたの？素敵な人と出会えますようになんてね。向こうにおみくじがあるね。
事。今日なんだよね。二人揃って今日出しちゃったね。そうだよね。うん、落ち込むこと全然ないよね。うん、あの気にしよう。今日はどうもありがとうね。今年もよろしくお願いします。駄菓子屋さんで買ってきたの。ううん、お菓子もおまけしてくれるし、すっごく優しいよ。違う駄菓子屋さんじゃないかな。お話ししてても楽しいから最近よく遊びに行ってるんだ。あ、授業が始まっちゃう。それじゃあね。